はいどうも、キョチャンネルです。今日は魚、自動魚生けす送り機を作ってみたいと思います。こんな感じこっちで釣った魚、アジとかイカとかをここのパイプに乗せて生けすにポチャッとやるシステムですね。システムを作りたいと思います。こう水流でね、水流でここに入れたらポチャっていくやつ、まあ、僕の師匠が船につけてるやつを真似して作りたいと思います。使う道具はだいたいホームセンターとかで仕入れましたね。まず塩ビパイプ100ミリのものですね。これ2本買いました。こんな、これが1本1035円ですね。1本1035円、日本で2070円ですね。2070円。ほいでこの45度のこれで角度をつけるやつ、がこれが334円で、これホースを入れるやつ、これが371円ですね。でこっち側のホースは中古で2000円ぐらいで買いました。あとこれ、これホースの大きさを変換するやつ、467円。これがで、こっちがホースのちっちゃい方につけるやつが864円、変換するやつ、大きさをで止めるやつ、これがまあ438円ですね。まあ、こんな感じで合計ちょっと後で計算しますよ。ポンプ、これ昔買ってたんですけど、まあ、4000円ぐらいで買ったかな、ちょっと詳しくは忘れました。12V で毎分100リッターぐらい水を出すやつですね。吸い上げるやつ、これでちょっと作っていきたいと思います。あとそれからバッテリーから通電させるためのVVF ケーブル 2ミリのやつですね。あとこのスイッチ、これはまあ自分家の倉庫に転がってたやつを使います。まずここからこう、これをつけます。80センチぐらい切りましょうかね。まあ大体でいきます。80、めっちゃ汚くなった。これじゃ魚が傷つくね。まあ、ちょっと長いけど、長いぐらいの方が後から調整できやすいでしょう。そして今度はここをこう切ります。
こんな感じに切れましたね。こう、僕はこう。紐に吊るすとこんな感じですね。こんな感じで、こっち側にこれをつけてね、だいぶスカスカになってる。ちょっとテープで留めましょうかね。はい、テープで留めました。バッチリです。そしてこっちからホースを入れます。スイッチも作ってきました。できてきました。ポンプの電源は本体から来てる、本体っていうかエンジンのオルターネーターで充電するバッテリーを使っております。なんでソーラーパネルのバッテリーにしなかったかっていうと、夜釣りの時に、ソーラーバッテリーだと電池がなくなりそうだからです。だからオルターネーターのバッテリーに変えました。とりあえずできました。こんな感じで吸い上げて、ここを通って向こう側の出るところにつながって、ここから水がまた戻ってきます。ちょっとホースは余分めに取っときました。ちゃんと上がるかな。じゃあちょっと船のエンジンかけてからやってみたいと思います。エンジンかけました。こうピーピーうるさいのは浅いから警告音が鳴ってます。これずっと鳴るね。じゃあつけていきたいと思います。これね、ちょっと電圧が低いかもわからん。 12.7V。じゃあつけていきます。来た？起きた、起きた、来たけどめっちゃ流れ寄るね。めっちゃ電圧下がり寄る、電圧下がり寄る。大丈夫これ、めっちゃうわうわ。ここも固定せんといかんね、水漏れせんように。うわうわ、 11.8V 超えた、やばいぞ。でバッテリー大丈夫かな、強すぎたから。めっちゃこれやったらブクブクいらんですね。がっぽり清る水が、流れも作れるし、いい感じではありますね。あー、電圧が怖い、電圧が怖いね。もう一回 V ベルトを張り直しましょうかね。すごい流れ、ここに味とかを入れれば、まあ、流れていくっていう。これ大丈夫かな、もう一回エンジンかけれるかな、これで。やっぱV ベルトが緩んどったから電圧が下がっとったみたいですね。今ちょっと締めたら 13.何V とかになってるんで、やっぱ一回 V ベルト交換したら、ちょっとしたら V ベルト伸びるんでしょうね多分。つけます。めっちゃ出よるです。えらい出るぞ。 12.7V。 ちょっとでもこんだけ水量いらんかな。やっぱりポンプ変えました。これもあったんで毎分70リッターですね。まあさっきのみたいにちょっと味とかをね
送るだけであんだけの水量やったらもったいないですもんね、電気が。これでやってみます。じゃあ 12.7V 返事つけます。12.4V、まあちょっとずつ上がっていくでしょう。そしたらつけます。これきた。あ、マイルド。まあこれやったら味とかもシャッて流せるでしょう。感じですね。70リッター、毎分70リッターぐらいだったら、さっきの100リッターめっちゃ多かったですもんね。今こっちをつけてる状態で 13.3V、ヨルイカ釣りの準備も兼ねて電気もつけて測ってみたいと思います。ボルトをね、ライトつけましたよ。はい、こっちも上も。ああ、それでだいぶボルトは多少下がりますね。 12.7V ちょっと下がってますね。どんどんボルトは下がってきてますね、電圧は。この一番低いアイドリング状態では充電が厳しいそうです、この電力だったら。ちょっと回転数上げます。こうやってして味を流したいのかって言ったら考えもんですけど、せっかくだから流したいですよね。こっから流してやっぱ連れてからわざわざ前にあっちまで行くのはそれぐらい行けよってことなんですけど、連れてすぐポイって入れたいっていう理由で作りました。きっと役に立つと思います。まあ例えば前に おる人にルアー貸してって言われた時に、向かようって言ってからここに流してやれば一瞬で届きます。ご視聴ありがとうございました。